皆さんこんにちは、ヨンカラチャンネルです。本日はそば5000をご紹介します。これからの季節に重宝されるお店を5店舗ピックアップしました。グルメ好きの方は必見です。それではどうぞ。春を味わうお得なおそばランチ、今回は烏丸駅、四条駅直結、 FT スクエア内にあるソジボーさんをご紹介いたします。FT スクエアの地下の本屋さんの向かい少し奥にお店があり、お蕎麦と丼のショーケースが広がります。古風なのれんをくぐると目の前に大きな店名の書かれた壁のディスプレイが見えてきます。店内はカウンターとテーブル席があり、昔懐かしい町屋のような風景が広がります。今回注文したのは春のセット、山菜そばと焼きそば寿司のセットです。そばに焼きそば寿司がついて1090円です。驚くほどお得な価格設定です。注文しお料理が運ばれてきました。おそばもお寿司もどちらも立派で豪華です。山菜そば、山菜の他にもとろろ、天かす、かつお、のり、なめこ、おネギがトッピングされています。そばつゆをかけて全体をよく混ぜていただきます。山菜はシャキシャキで独特の風味があります。トロトロのお蕎麦とおつゆがよく絡んで口当たりはふんわりです。しかし食べると蕎麦のしっかりとした歯ごたえや蕎麦の風味、山菜のキュッキュッとした食感が口の中で面白いです。とても美味しいです。ペロリと完食しました。焼きそば寿司セットとは思えないほどしっかりしていて本当にびっくりです。酢飯もぎっちり詰められていて程よい酸味、それに味の濃い焼きそばが合います。山菜そばがあっさりなのでそば寿司の濃厚さが非常に合います。両方ともこのお値段はとても安く感じます。その他のランチはネギトロ丼定食1000円、ネギトロ丼と葉わさびそばの定食1060円、カツカレー丼定食1000円、カツ丼と冷やし月見山かけそばの定食1080円、大エビ天おろしそば定食1080円、ざるそば定食870円、冷やし月見山かけそば定食930円、葉わさびそば定食1010円など、種類豊富です。特に丼物系はつけても1000円ちょっとでとてもお得感があります。駅近で立地もいいです。軽いランチにおすすめです。ぜひ皆さんも足を運んでみてくださいね。昭和の雰囲気が残る町の大衆食堂、次は山の家さんをご紹介します。ここは雰囲気が最高です。その他にメニューが豊富で味も価格も間違いなしです。こちらのお店は烏丸駅の10番出口から五湖町通り北に歩いてもらうと見えてきます。ちょうど交差点の角にあるので分かりやすいと思います。外観は昭和のノスタルジックな雰囲気を醸すのれんと旗、赤ちょうちんも見受けられます。店内はザ・大衆食堂といった感じです。テーブルと椅子が所狭く並んでいます。瓶ビールが似合う風景です。メニューですが豊富で悩みましたが、信州から直送の生そばを使用されている個人的に大好きな山菜おろしそばをチョイスしました。注文してすぐに熱々おそばが届きました。山菜とおろしと天かすもたくさんトッピングされています。一口口に運ぶと出汁がとっても美味しいです。温かいお出汁がとっても体に染みます。おそばは生そばで味がしっかりしています。味の濃い山菜おろしで全体的にマイルドにしてくれています。またここに天かすが加わることで食感が美味しいです。天かすと山菜のコラボは初めてでしたが、とっても美味しかったです。ほっと体が温まりました。昔ながらの落ち着く空間、お手頃な価格で丼物も麺類も楽しめます。ミニ丼物とおうどんをセットに注文されている方や焼き飯コールも多かったです。焼き飯も気になります。その他のメニューはジャンルが豊富で、丼物ですと親子丼700円、ミニ丼、ミニ親子丼450円、洋皿ドライカレー670円、サイドメニュー卵焼き400円、吸い物中華スープ250円などです。そして麺類に関しては25種類以上あります。それもこちらはベースのお味となっており、お好みでうどん、そば、
中華麺、乳麺から選べるそうです。選べるのはありがたいですが、迷いすぎてしまいますね。お昼時は満席になっていることも多いですが、開店も早いです。サクッと食べるのにもおすすめ。ぜひ皆さんも足を運んでみてくださいね。昔ながらの蕎麦屋の風情を今回ご紹介するのは一休庵さんです。ここは通し営業なので遅めのお昼にも嬉しいです。外観はとても落ち着いた町屋の雰囲気で、外にメニューのショーケースもあり、通りがかる人々の目を引きます。店内に入らずとも目で商品がわかるのは親切ですし、食欲もそそられますね。そば処と書かれた浮き型の看板と藍色ののれんがそば屋を醸し出しています。店内に入るとまず目にするのが大きな一枚木のテーブルです。かなり幅があるので両サイドから使うというよりカウンター感覚で座る感じになっています。そして壁際にテーブル席が設けられています。とても清潔感があり気持ちのいい空間です。メニューですが、お昼のセットや夜のセットはご飯物とお蕎麦の両方を食べられるのでお得です。メニューもたくさん種類があるので選ぶのに迷ってしまいました。今回いただいたのは親子南蛮そば1200円。温かいお蕎麦の上に鶏の卵とじが乗っかり、言うまでもなく美味しいを表しています。親子そばですね。ネギも入って蕎麦との相性も抜群です。出汁は心温まる美味しさです。透き通る透明感が美しいです。なんだかほっこり懐かしい味でした。その他のランチセットは五目そばセット、きつねそばセット、えび天そばセット、京湯葉そばセット、肉そばセット、梅と鶏そぼろそばセット、鶏天そばセットと、すべて1200円です。セット内容は白ご飯、漬物、おばんざいと満足感の高いものです。五目そば以外は温か冷選ぶことが可能です。ちなみにプラス250円で白ご飯をしらす丼、鶏天丼、きつね丼に変更可能です。単品のお料理ですと、そば屋といえばざるそば830円ですね。他にも鴨南蛮そば1100円、にしんそば1200円、カレーうどん1000円、おむすび、鮭、明太子、梅250円などがあります。ぜひ皆さんも足を運んでみてくださいね。二種のおそばとミニ丼付きでそばを心ゆくまで楽しめるランチ、京都に数店舗展開されている吉村グループの1店舗、そばの実吉村さんのご紹介です。こちらのお店は五条通りにあります。観光客からも地元の方からも人気の本格そばがいただけるお店です。外観は近代的な造りの建物に木の大きな看板が掲げられています。そばと大きく書かれた文字とそばと酒が目印です。軒下には待合スペースの赤い布の椅子がありますが、ちょっとしたお茶屋さんのような構えです。店内に入っていくと京町屋の雰囲気を漂わせる木造の造りです。懐かしさを感じながら進んでいきますと、右手にそばを打つスペースがあります。時間帯で職人さんたちが打っているところが見られそうです。食事スペースはオープンキッチンで、お店の方の熱気や天ぷらなどのいい香りが漂います。今回私は本日の日替わり膳をお願いしました。このメニューはざるそばと日替わりの変わりそば、ミニ丼がメインのセット。私が伺った日は太そばの水とろみそば、この葉丼でした。ボリュームたっぷりでとっても美味しそうです。ざるそば、白身のあるあっさりしたおそばです。お店の方によると北海道の新そばだそう。噛むと上品なそばの香りが口の中に広がります。しっかりと歯ごたえがあるものの、ちゅるっとした喉越しの良さを持ち合わせています。おつゆは醤油ベースで少々辛めですが、おそばにちょうどいい塩梅でつゆが絡んでくれるので、おそばを引き立たせるようなおつゆだと感じました。太そばの柚子とろみそば、3ミリくらいの平たいおそばに白いドロッとしたそばだし、一見変わったおそばです。一口食べるとその美味しさにびっくりしました。なんとこのそばだしの正体はそば湯をおだしで割ったものでした。そこに柚子の香りが合わさって、初めて食べた美味しさ。おそばも太切りなのでそばの香りがより感じられ、そば湯と相まってそばの美味しさが最大限引き出されています。
この葉丼、甘いお出汁と干し椎茸の旨味が広がる美味しい丼でした。これはまた蕎麦と違った味付けなので、お腹いっぱいでも別腹でいただくことができました。これに香の物、五目煮がついて1400円です。少し金額が張るかと思うかもしれませんが、このボリュームと美味しさを考えると、とてもお値打ちのランチだと思います。お蕎麦を堪能したいときは、ぜひここがおすすめです。ぜひ皆さんも足を運んでみてくださいね。十割蕎麦がなんとワンコイン。京都土産で誰もが知っている幼児屋さんが経営するお蕎麦屋。今回ご紹介するのは十割蕎麦専門店十蕎麦さんです。店前にはポップなとっくりとロゴの入った看板が目印です。店内はカウンターとテーブル席があり、女性一人でも入りやすい雰囲気があります。こちらのお店のお蕎麦は全部十割蕎麦、しかもそれが500円からいただけます。注文方法はセミセルフ形式で、お蕎麦を頼んだら天ぷらやおにぎりなどを取ってお蕎麦を受け取ります。注文時、大盛りにしますかと尋ねられました。お蕎麦は大盛り無料なのだそう。迷うことなく大盛りでお願いしました。それと野菜かき揚げを一緒に合わせることにしました。ざる蕎麦。お蕎麦は王道の黒い蕎麦です。香りも香ばしい。お蕎麦が一本一本しっかりしていて、お箸で持ち上げても切れることはありません。まずは岩塩でいただきます。やはり食べると二八とは違うと感じます。蕎麦の香りが強く、想像と違ってもちっとしていて歯ごたえもあります。噛めば噛むほどお蕎麦特有の素朴な風味がして美味しいです。ずっと噛んでいたいと思わせるお蕎麦です。蕎麦つゆは鰹が効いていて少し濃いめの味付けでした。たっぷりつけずに半分くらいつけて食べるのが蕎麦の味も感じられて好みでした。私はやはり大盛りにしてちょうどいい量でした。野菜かき揚げ、ここの天ぷらはグルテンフリーとのこと。気持ちヘルシーなのが嬉しいポイント。かき揚げは衣が薄くて細切り野菜が美しい。冷めてはいるけどサクッとしていて、細いながらにさつまいも、かぼちゃのホクホクさがあります。ほぐしてお蕎麦と一緒につるっと食べられる、さすが人気ナンバーワンのかき揚げです。美味しいです。コスパよく味よし、すぐに流行りそうな予感がします。この気軽に入れるお店の雰囲気がまた通ってしまいそう。サクッとランチしたい時にぴったりです。ぜひ皆さんも足を運んでみてくださいね。本日はそば5選をご紹介しました。他にも行ってほしいお店や紹介してほしい食事がありましたらコメントで教えてください。この動画で皆様の一日が楽しくなりますように。